茨城県道505号桜川土浦、板子自転車道線は、茨城県桜川市から土浦市を経て、板子市に至る自転車道の県道である。茨城県道505号桜川土浦板子線。路面が、周辺土地よりも盛り上がっているのは、旧、筑波鉄道筑波線の線路時期を、そのまま自転車専用道路として転用したためである。 2016年4月1日に認定された、茨城県で最も新しい自転車歩行者道の一般県道で、東日本旅客鉄道水戸線の岩瀬駅前から、JR 常磐線の土浦駅付近を経て、霞ヶ浦北岸及び、東岸の霞ヶ浦湖畔を繁周して、水峡北西公園に至る延長 81.3km の大規模自転車道である。 自転車歩行者専用道路としての整備は、発展途上にある。主な通過地は、桜川市犬田から、道下時、真壁町古城、筑波市北城、土浦市藤沢、虫がかり、川口、霞ヶ浦市、牛渡、坂、田伏、さらに、霞ヶ浦大橋を渡り、行方市玉造港、麻生、板越長山である。成り立ちは、 JR 岩瀬駅を起点とし、筑波市内を経由して、土浦市街地を終点とした自転車道路線である、県道桜川土浦自転車道線と、板子市内を起点とし、行方市、霞ヶ浦市を経て、土浦市街地を終点とした自転車道路線である、県道板子土浦自転車道線の両路線を統合して、県の認定を受けたもので、茨城県が整備を進める。 大規模サイクリングロードである、筑波霞ヶ浦林林ロードの一部を構成する路線であり、日本を代表し、世界に誇り得るナショナルサイクルルートにも指定されている。線形は全体的にアップダウンのない平坦なサイクリングロードとなっている。1992年以来、茨城県では、筑波山麓から霞ヶ浦湖岸にかけて、筑波林林ロードと、 霞ヶ浦自転車道という自転車道を県道の路線に認定して整備していたが2016年6月に平成28年度から平成32年度までの5年間を計画期間とする行政と民間事業者や NPO 団体、大学などの民間が一体的に主体となって取り組んでいくための指針である水橋筑波サイクリング環境整備総合計画を策定した。 この水京筑波サイクリング環境整備総合計画は岩瀬駅から土浦市内を経由して霞ヶ浦を周遊し板子駅まで結ぶ総延長約 180km の大規模サイクリングコースとなる水京筑波サイクリングコース及び北浦、筑波山周辺の14市町村を対象とした水京筑波地域において地域の特性を活かした 勧誘性のあるサイクリングをテーマに、サイクリングを核に、豊かな自然や歴史的、文化的資産など様々な地域資源を結びつけ、東京圏からの優れたアクセス性を活かしながら、誰もが多様にサイクリングを楽しむことができる、日本一のサイクリング環境の構築を目指して、いくというものである。県道桜川土浦板子自転車道線は、総合計画に基づいて、 茨城県と沿線の14市町村によって進められていた水橋筑波サイクリング環境整備事業で水橋筑波サイクリングコースを整備していくことを具現化するためにサイクリングコースの一部に含まれていた県道桜川土浦自転車道線と県道板子・土浦自転車道線の2路線を一体のものとするため2016年3月31日に廃止 翌4月1日に統合して誕生した路線である。公式内証明である、筑波霞ヶ浦林林ロードは、水京筑波サイクリング環境整備総合計画策定委員会と、水京筑波サイクリング環境整備事業推進検討会が2015年に行った公募の中から広報10案に絞り、 さらに2016年6月8日から22日までの期間に一般から投票を募って同年7月15日に決定されたもので県の広報でも水橋つくばサイクリングコースから切り替えて使用されている名称である道路そのものもつながっていなかったつくば林、労働ロードと霞ヶ浦自転車道の2つのコースは2016年11月25日に 土浦市内で、双方の道路端部が一本につながり、桜川、板湖間の 81.0km の全線開通を記念し、茨城県の橋本正知事や沿線市長のほか、リオパラリンピック自転車競技銀メダリストの藤田、進樹が参加した、開通式典が催された。自転車歩行者専用道路や、交通量が少ない湖岸の道路を主体に構成される。コースは、 大きく二つの区間に分けられ、桜川土浦間が筑波林林ロード区間、土浦板子間が霞ヶ浦自転車道区間という。かつて、筑波林林、ロードと霞ヶ浦自転車道を結ぶ土浦市街地内の接続経路は明確ではなかったが、本県道の路線認定に伴って、同市を流れる新川沿いを経路とする接続ルートが決定されている。 市街地ではルートを外れないように案内看板の設置や、舗装面に青いラインと進行方向を示す矢羽根のペイントが施されて、利用者に分かりやすくする配慮がなされている。また、JR 常磐線交差部は自転車道がアンダーで交差する形態をとっており、舗装面には上下進行方向別に色分けされたペイントが行われている。筑波土浦間の筑波林林ロードは、 自転車歩行者専用道路である。この区間で交差する一般道路との交差点では、自転車道優先と自動車道優先と優先度が異なる交差点がそれぞれ混在し、数では自転車優先交差点の方が多数を占める。路線統合以前から自動車道との交差箇所において、県では自転車道側の一旦停止から自転車道を受道路から主道路とする。 自動車道側の一旦停止とする交差点改良工事を進めているほか、特に車両が多い区間では安全対策として交差点の立体化も検討している。茨城県では本路線を含む筑波霞ヶ浦林林ロードを一般に広く活用してもらうために沿道の7市で構成する水橋筑波広域連タサイクル事業。 実行委員会が主催する水京筑波広域レンタサイクル事業で自転車のレンタルも行っている。当期の12月1月2月を除いて7箇所ある貸出所から事前予約制で自転車が貸し出されており、貸出場所以外のところでも借りた自転車を返却することもできる。当自転車道を含む筑波霞ヶ浦林林ロードは2019年に 始まったナショナルサイクルルート制度により、第1回の指定で指定された。ルートは岩瀬駅から伊子駅までの当時点車道に加えて、霞ヶ浦の南岸や国道354号の一北の霞ヶ浦の沿岸の市町村道等を含む。指定要件であるゲートウェイ施設には、土浦港のリンリンポート土浦と土浦駅のリンリンスクエア土浦が指定されている。 桜川市、坂寄地内の約 1.4km 区間は、県道41号筑波猛岡線の歩道と共存する区間であり、自転車走行の安全上と快適性から好ましくない環境にあったことから、平成28年度より福音4メートルの自転車、専用道を整備する拡幅事業が継続的に行われている。筑波林林朗読館の沿道には、 サイクリング利用者向けに旧筑波鉄道駅や土地を再利用した休憩所が6カ所設けられている。一方の霞ヶ浦自転車道区間では筑波林林ロードにあるような専用の休憩施設はないが、草木公園など休憩などに利用できる公園施設が沿道に点在する。筑波林林ロード霞ヶ浦自転車道イベントでは 霞ヶ浦湖岸の区間が毎年6月に行われる霞ヶ浦一周サイクリング大会のコースの一部に利用されている。橋梁南北約 80km の前線にわたって平坦であることが特徴で、起点がある岩瀬駅付近で標高が最も高く、中継地の土浦や終点がある板湖などの霞ヶ浦湖岸沿いで最も低くなり、その標高差は 51m ある。 日本百名山の一つに数えられる、筑波山の展望や、水峡筑波国定公園にも指定された、霞ヶ浦周辺ではカキに花を咲かせる、ハスデンや、随一の景勝地である、ふさがあるなど、美しい景観に直接触れることができる、サイクリングレジャー環境に適した、高立地にある、桜川市筑波市土浦市行方市。ありがとうございます。